アルマンド・グラモンアルマンド・グラモンは17世紀フランスの貴族ギーシュ伯爵。アルマンはグラモン元帥ことギーシュ伯爵アントワーヌ3世の息子で母はリシュリュー数奇教の名である。また妹カトリーヌ・シャルロットはルイ14世の長期となっている。アルマンはバイセクシャルであった。またオルレアンコ・フィリップ1世の取り巻きの一人であり、その中で 最も美男子であったとされる。性格的には、虚栄心が強く傲慢で、不作法なところがあった。しかし、男女の性別に関わりなく、アルマンの恋人となった者たちは彼を不問にするので、あった。アルマンは、オルレアンコーヒーアンリエット・ダングルテールの愛人であったが、彼女と対立していたルイーズ・ド・ラバリエールに言い寄った、こともあった。しかし、アルマンはルイーズに対しては、 ルイ14世を恋がたきにしてまで争うほどの愛情を持っていなかった。1662年には嫉妬深いアンディエット・ダングルテールと共謀し、ルイ14世とルイーズの中を引き裂こうとしたことが原因で宮廷を追放された。その後、アルバンはポーランドのためにオスマン帝国とイギリスのためにオランダと戦い、1669年にはフランスに帰国。 1671年に宮廷に帰還した。1672年、アルマンは、ルイ14世や、ダイコンデともに、ネーデルランと継承戦争に参加した。その際、アルマンが率先してライム川を泳いで渡ったことで、全軍が彼に引き続いたという手柄を立てた。アルマンは、ダルタニアン物語の第二部及び、第三部に登場する。第三部。 ブラジュロンヌ施策の主人公であるラウルド・ブラジュロンヌの親友として活躍した。ありがとうございます。